平野ノ山下智久との共演で新たな賞へ。山下の存在は、ただの先輩というだけでなく、平野にとっては目標であり、彼のキャリアにおいて常に背中を追い続けてきた存在です。平野ノ平野ウ、は、2024年を音楽活動において飛躍の年とし、多くのファンを魅了してきました。彼のグループ、ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、音楽チャートを賑わせ、 様々なイベントやコマーシャルにも出演し、多忙を極める日々を送っていました。彼のパフォーマンスには、常に情熱とエネルギーが感じられ、ステージに立つ姿はまさに唯一無二の存在感を放っています。しかし、彼のキャリアには、もう一つの大きな挑戦が待ち受けているのです。それが、俳優としての道です。平野翔は、実はデビュー当初から俳優としても注目されていました。 音楽に負けず劣らず、彼の演技力は高く評価され、多くのドラマや映画に出演してきました。しかし、ここ数年、音楽活動に注力していたことから、スクリーンで彼を見る機会は減少していました。それでも、ファンや業界関係者の間では、彼の俳優としての才能を再び見たいという声が根強くあります。そして、2025年は、 平野にとって俳優としてのキャリアを再燃させる重要な年となるでしょう。特に注目されているのは、山下智久、山下智久との共演の話です。山下智久は、平野にとって長年の憧れの存在でした。ジャニーズ事務所に所属していた頃から、平野は山下の活躍に影響を受けており、共演したいという夢を抱いていました。実際に過去には、NHK の ザ少年クラブなどで共演する機会があり、その時の経験は、平野にとって大きな成長のきっかけとなったようです。山下の存在は、ただの先輩というだけでなく、平野にとっては目標であり、彼のキャリアにおいて常に背中を追い続けてきた存在です。そんな山下智久との再共演が、2025年に実現する可能性が高まっています。特に、山下が主演したドラマ、 クロサギの続編での共演が噂されており、平野がその主演を務めるとの話も浮上しています。この続編では、平野の演技力が再び注目されることは間違いありません。そして、ドラマの主題歌として、彼のグループ、ナンバーアンダーライン愛の楽曲が使用されるという話もあり、音楽と俳優としての2つの才能を融合させるチャンスが到来しています。これにより、 平野の多彩ぶりが再び証明されることでしょう。さらに、平野章の海外志向も見逃せない要素です。山下智久はハリウッド映画に出演するなど、国際的なキャリアを築いており、その活動は日本国内にとどまりません。また、滝沢秀明、滝沢秀明も、ジャニーズ事務所を退所後、海外市場への進出を視野に入れたビジネス展開を進めています。彼の新会社、戸部は、 すでに国内での地盤を固め、今後はさらに海外進出を計画していると言われています。平野も、この流れに乗り、まずは国内での成功を確実なものにした上で、海外への挑戦を視野に入れているようです。このように、平野翔のキャリアは音楽から俳優業、さらには国際的な舞台へと広がりを見せています。特に、彼の目標とする山下智久との共演や、滝沢秀明のサポートは、 彼の将来において大きなステップとなるでしょう。しかし、それだけでなく、平野自身が今後どのような独自のビジョンを持ち、どのようにして新しい挑戦に向かっていくのかが、今後の鍵となります。現在、彼は一時的に活動を休止していると報じられていますが、それも全て復帰に向けた準備の一環と考えられます。東京ドームでの復帰公演の計画が浮上しており、 そこでで彼のの新たなな一歩が踏み出さされれるのではいいかと期待されています。特に、滝沢秀明が年末に計画している東京ドームでのイベントに平野が出演する可能性があるとの報道は、多くのファンの間で話題となっています。このイベントは、戸部の新人オーディションの結果発表も兼ねており、滝沢の新会社が本格的に動き出す重要な瞬間となるでしょう。平野にとっても、ここが新たなスタートの舞台となるかもしれません。 東京ドームといえば、平野にとっては思い入れの深い場所でもあります。かつて、彼が音楽活動を通じて数々の公演を成功させた場所であり、多くの思い出が詰まっています。だからこそ、彼にとって東京ドームでの復帰は特別な意味を持つのです。ここで再びスポットライトを浴びることで、彼の存在感はさらに増し、新たなキャリアのショーが開かれることでしょう。しかし、 平野の未来にはまだ多くの不確定要素が残っています。特に、海外進出という大きな挑戦に向けて、彼はどのような戦略を取るのかが注目されます。日本のエンターテインメント業界は、国内市場に依存する傾向が強い中で、国際的に成功するには、言語や文化の壁を超える必要があります。山下智久のようにハリウッドで活躍することが一つのモデルとなるかもしれませんが、 それれをががどののように取り入れていくのかがポイントです。彼の音楽活動も引き続き注目される部分です。ナンバーアンダーラインアイの活動は今後も続くとみられていますが、平野自身がソロとしてどのようなアーティストとしての成長を遂げていくのかも興味深いところです。音楽と俳優業を両立させながら、彼は一体どのようにして自分のスタイルを確立していくのでしょうか。そして、 ファンや業界関係者の期待に依頼つつ、新しい挑戦に向けてどう進化していくのか、その過程を見守るのは非常に楽しみです。そうじて、2025年は平野章にとって転機となる年です。彼のキャリアが新たなステージに進む中で、どのような形でその才能が開花していくのか、そして彼がどのようにして国内外での成功をつかむのか、目が離せません。平野翔の2025年は、 まさに彼のキャリアにおける新たな局面が訪れる年となるでしょう。彼はこれまでの音楽活動で培った経験と人気を土台に、俳優業や海外進出といった新たな挑戦に果敢に取り組んでいくことが期待されています。特に、彼が憧れる山下智久との共演は、彼の俳優としての成長と再スタートを象徴する重要な出来事となるでしょう。山下智久は、 彼のキャリアの中で国際的な成功を収めた数少ない日本の俳優の一人です。ハリウッド映画に出演し、海外でもファンを獲得している彼は、まさに平野が目指す道の先にいる存在です。平野にとって、山下との共演はただの夢の実現というだけではなく、自身が次に進むべきステップを示してくれる羅針盤のようなものでしょう。山下の成功例は、国内のファンベースをしっかりと築き、 その後で海外市場に進出するという戦略を明確に示しており、これは平野が参考にすべき道筋でもあります。滝沢秀明の存在もまた、平野の将来にとって大きな影響を与えるでしょう。滝沢は、ジャニーズ時代から才能あるアーティストを育て、プロデュースする能力に長けており、彼の新会社、渡米での活動は注目されています。滝沢自身が海外志向を持っていることもあり、 平野はこの新しい環境でさらに大きな飛躍を遂げることができるかもしれません。滝沢がかつてシンガポールでの舞台公演を成功させたように、平野もまずは国内での成功を確実なものにし、その後で国際的な挑戦に踏み出していく可能性が高いです。一方で、海外進出は決して簡単な道のりではありません。日本のエンターテインメント業界において、海外で成功するためには、言語の壁、文化の違い、 そして競争の激しさなど多くのハードルが存在しますこれまでの成功に甘んじず新たなスキルを身につけ国際的な舞台で戦うための準備を整えることが必要です山下智久がハリウッドで成功を収めた背景には英語の習得や現地の文化への適応といった地道な努力があったことは広く知られています平野も同様の覚悟と努力を持って海外市場に挑むことが求められるでしょう また、彼の俳優としての能力がどのように進化していくかも大きな注目点です。音楽業界ではすでにトップの座を築いた彼ですが、俳優としてはまだまだこれからの部分もあります。特に、海外で成功するためには、演技力だけでなく、国際的な感性や多様な役柄に挑戦する柔軟性が必要となります。これまでのキャリアで培った人気や経験をもとに、 彼がどのようにして新しい表現力を身につけていくのか、その過程も注視されるべきポイントです。国内での再出発として計画されている東京ドームでの公演もまた、彼の今後に向けた重要な一歩となります。この公演は、彼の復帰を象徴するものであり、また新たなスタート地点でもあります。滝沢秀明が主催するこのイベントには、多くの新人アーティストが参加するとされており、 平野もその中で特別な役割を果たすことが予想されます。このイベントは、彼にとってただのステージ復帰というだけではなく、今後のキャリアを大きく左右する瞬間となるでしょう。彼のファンもまた、このイベントを通じて彼の新たな姿を目の当たりにし、彼の進化を実感することでしょう。そして、平野翔が東京ドームという象徴的な場所で再びスポットライトを浴びることは、彼の音楽活動、俳優業、 さらには海外進出への足がかりとして重要な意味を持ちます。東京ドームは、かつて彼が数々の大舞台を成功させた場所であり、その意味でも特別な場所です。この場所で再出発を果たすことは、彼にとって新たなスタートラインに立つという決意の表れでもあります。そして、この公演が成功すれば、彼は国内外を問わず、さらなる飛躍を遂げることでしょう。未来に向けた挑戦の中で、 彼はどのような道を選び、どのようにしてその才能を開花させていくのか。それはまだ誰にも予測できませんが、平野紫という人物が持つ可能性の大きさは計り知れません。彼のキャリアは、これまでの成功に満足することなく、常に新しい目標を追い求めることで成り立ってきました。そして、2025年という年は、彼がさらに大きな夢を実現するための重要な年となるに違いありません。 結局のところ、平野翔の未来は、彼自身の手で切り開かれるものです。彼の音楽活動、俳優業、そして国際的な挑戦がどのように工作し、どのような成果を生むのか。その全てが、今後のエンターテインメント業界において注目されることでしょう。彼の新しい一歩に期待が高まる中で、ファンや業界関係者は彼の次なる動きを楽しみにしています。そして、 平野翔はきっとその期待に応える以上の成果を見せてくれるに違いありません。